総義和は、津島国府中藩15代藩主。文政元年8月4日、第13代藩主、衆議室の次男として生まれる。はじめはおじ、通る孫羊家の養子となり、ついで一族、樋口家の養子となった。この時代は、兄で第14代藩主となっていた吉明から変記を、玉割商帝と名乗っていた。しかし、天保13年に、 義明が死去したため、その末期用紙となって、家督を相続し、10月に14人した、自重、津島守に、ジョイ、任官、名も際に改める。樋口家は、弟の割が相続した。父の時代から続く反省の混乱を収集するため、財政再建を中心とした改革を行うが、失敗する。さらに政治に定めていた禅の城を拝着し、 自らが寵愛する側室、兵器との間に生まれた子である、勝千代を生死をとしたが、このために、お家騒動が起こる。勝千代が安政六年に溶接すると、吉達派が巻き返して、再び吉達が生死となり、兵器は万円元年に追放された。文久元年2月に、ロシア軍艦が津島に来航したロシア軍艦津島、占領事件を契機として、 江戸画廊の指す伊織は幕府に対して、津島を抗議御領とし、総氏は別の領地に違法してもらうように密かに、嘆願するが、計画は露見、千年来の四次争いの余波もあって、伊織は、尊能上位派の義党によって暗殺された。これにより勢いを得た、義党は、反省の主導権を握り、文久二年には、長州藩との間に、隊長同盟を結んだ。そして、 反省刷新を理由に、義党は義和に対しても隠居を求めた。義和は12月25日1月5日に、吉達に家督を譲って隠居することとなった。廃藩置県後は、正茂田港神社宮寺、渡辺神社宮寺、長崎高天高気無文書監督などを務めた。明治18年に正4位に少女し、明治23年に13位に少女したが、 8月13日に死去した、去年73、ありがとうございます。